意見何言うか覚えた忘れたけ 意見けど、あ、そう、あそこはコマーシャルマンタ出だしたん。一番、NHK じゃないけどな、その、何言うの？あそこのとこは、そんなわからんけんな、私は。もう出たとこ勝負よ。そうよ。そう、お茶の時間。今、コーヒー持ってきてもらった。またよ。押したらな。はい、ありがとう。はい。ね。真ん中押してこ分からんこけど、あ、違う違う違う、ここここここ。あ、ここ。変なとこ押すと全部またおかしになる。なんか押して、ポンじゃなくて。これ元に戻るってよいしょ。はい。あのな、下があの、分かった分かった。いや違うの、分かっとんじゃないよ。何？つかんのよ、上とついに。つかんわ、これ両方やこれとこれ押さんというかね。両方やったってつかんの。つくって。うちは要さ要線じゃないの。この電源は下なの。ああ、ついたい。ついた場合、つけるまでこう見とんじゃんけん、こうやって。つけ、色が変わるの見るんやんけん、こうやって押して。パッと押して知らんぷりしとったらいかんよ。こうやって押して、こうやって色が変わるの見んと。あれがまず俺、赤からオレンジに変わるんよ。そうここで2、そ3秒しては同じ。これで OK。自分が向こうから電話かかってきたの。かかったのな、すぐ切れるんよ。もうそんなこと聞いてないいや、違う、すぐ切れるんや。いや、けん知ってる知な。ってる。今調整しようと思ったけど分からなかったんやけど。すぐ切れるけんわけん。いや、そういうこと聞いてんじゃなくて、かかってきたのだ、切れたけんこっちからかけ直したって言えばそれでいいんや。ゆきちゃんとこの側にかけ直さなきゃなんだよ。違うんだって。これ、留守番電話設定になっとるけん、すぐ何回かなったら留守番電話に変わるの。何、音沙汰ないけん元気かって言ったの。音沙汰がないけん元気かってあんた言ったじゃん。元気やったよーって。だからないかって。
佐藤さんとこの話を人んとこの話を根掘り葉掘り教えて、あんたもほんともう話んないわ毎日1時間ずつ。ようこそや、ちょうど持ってきてくれて、トイレ行きとんなって。何？トイレ行きとんなっとるけ、電話を切らないけんに、ようこそや。これもうお茶の時間、コーヒーが来とらへん、来る時間じゃないの。あの人は3時からも暇なの？あ、あの人は朝から、あの朝はデイサービス行くけど、うん、これあのあれ最後テレビ局のやつ、うん、違う番組なのこれ。スミコさん、切るの早かったな。うん、ごちそうさま。